稲工事病とは、稲に発生する主要な病気の一つ。稲工事と呼ばれ、英語では、稲にせ、黒穂病、中国語では、稲曲病と表記される。世界中の稲作地帯から発生が報告されている。稲のもみに、暗緑色の厚膜胞子の塊である山粒を、形成する。一つの穂に1から10粒程度の山粒ができ、他のもみには、 外見上影響が見られないが、不燃などの症状が見られることがある。稲のほばらみきから、出水期の低温、タウ状態の時に発生が多くなる傾向がある。稲工事病による病もみが、収穫もみに混入するとき格外となるため、経済的被害が大きい。文書には明治代の本造項目に広告やつとして、記録がある。稲工事病は、稲が、 稲工事病菌に感染し発病することで起きる。稲工事病菌は、カビの一種であり、死脳菌紋、バッカク菌化に分類される。稲工事病の病マ粒は、黒穂病と外見が似ているが、黒穂病菌は、単子菌紋の菌である。稲工事病と工事病の病マ粒は、厚膜胞子である。厚膜胞子は、 成熟に従って黄色から大色を経て暗緑色に変化する。この圧膜胞子が土壌に混入して翌年以降の感染源になると考えられる。そのため発病後に薬剤を散布しても効果はない。圧膜胞子は培養すると二次分生子を形成する。また、病粒にはバッ菌に類似する菌核が形成されることがある。この菌核は 実験条件下では越年して完全世代の子実体を形成する。この子実体から死のう胞子が形成される。現在までに感染サイクルは解明されていない。防除対策としては出水期以前の予防的薬剤散布や公私的防除法を行う。稲麹病菌は抜核菌化のカビであり、米麹などを作る麹カビとは全く関係がない。 稲工事という名称が誤解を与えるため、工事菌の野生種と混同されている事例が見られる。稲工事病菌自体が薄チロキシンという、舞コとキシンを産生するため人体に有毒である。また、稲工事の病粒から分離したカビを用いて、醸造する手法が知られているが、たまたま混入した工事カビ類の菌を利用したものと考えられる。この場合も、 野外の工事カビ類には、アフラトキシンやオクラトキシンなどのマイコトキシンを産生するものがある。ため、稲工事を用いることは危険である。飯山誠、手白木正宏、大沢森和、稲工事病が年実及び宝熟に及ぼす影響。アグロリーブ。ありがとうございます。